目覚ましたかパン。Yes, yes, yes. No, no, no. ノヨンと。ぴょんぴょんぴょん。ほらほらね。どっち先生でしょ？今回は、ノヨン番組さんに出演させていただきました。ありがとうございます。まだとつ。なんか今日何やるとか聞かされてなくって、全然なんかバッグの中身とか全然そういうの聞かされてなくって。今回は、ほのぼのさん最近メゾンのフルールのバッグをゲットしたということで、はい。メゾンのフルールのカバンの中身紹介。そんなの聞いてないです。やめてくださいよ。そんな汚いんで。ということで、今回は私のメゾンドフルールのバッグの中身を紹介していきたいと思います。じゃあまず前からの前に外見を紹介していきたいと思います大きさは2種類あって、大きい方にしました。もっとちっちゃい方あったんですけど、それだと今まで使ってたアディダスと同じ感じの大きさだったので大きめのにしました。で、色はこれはシーズン限定のものになっております。なんかメゾンドフルールさんは黒が最もずっと変わってなくって、他のピンクとあと茶色かな、茶色じゃないよ、なんかまあコーンみたいな茶色みたいな色がシーズンによってちょっと色が変わりますよみたいな言われて、もう限定とかシーズンとかそういう言葉に弱いのでそちらを購入しました。で、横はね、なんか入れれると思いきや入れられません。キワーで、横にね、こういうなんかトリガーとかいっぱい置けそうです。はい、私持ってきたら入れるよ。うちが持ってくる。待って、ダメだ、あんたらダメだから、ちょっと待って、ダメ。いった、こんな感じで私のだとマイメロディーがつけられる感じになってます。キナモロールもあるけど、私はマイメロが好き。ああ、そっかそっか。私はこれをつけます。で、ここはね、こんな感じで手持ちにもできます。そうなんだ。で、ここの調節がこうランドセルみたいな感じでここがランドセルみたいになってきます。じゃあ早速中を紹介していきます。じゃあまずはカメラ近づけましょう。はい、カメラチェンジ、カメラチェンジ。はい、それでは紹介していきたいと思います。はい、はい、それでは中身を紹介していきます。じゃあまずは手前からいきます。こういうのでね、ヒアルロンリーガールのオルゴールバージョンが流れて、うん、はい、それでは紹介していきます。はい、今回まず手前はこちらです。私、ジルスチュアートのあの丸いあの鏡が欲しいんですよね。そうなんですか。はい。で、まずは手前から紹介します。手紙じゃない。手前には、リップが入ってます。まずこちら。もういいって。3C のフラッシュティントリップです。新しく出たやつです。続いてこちら、マイメロディのリットティンプです。マイメロディー。違うよ。ふわふわふわ、どんな気持ち、メロメロディー。はい、夢だけど、はい。夢じゃない。はい。お願いね。ですね、これはなんか、ももかちゃんの聴取さんが、誰かと分けてくださいって言って、私マイメロがいいって言って、ももかちゃんからいただきました。もうそれいいから。それでは、中身を紹介していきます。まずは、スマホでーす。今日は量産系なので、そのスマホケースなんですね。はい、11 Pro Max でーす。新しいこの外の音と中の音が聞こえるやつが欲しいんですよね。でもなんか9点で、まあそれはできないけど似たようなやつが売ってて、なんかすごい、でもなんかすごいって皆さん言ってらっしゃるので、私ちょっと買ってみたいなって思って。パジャマを？だってこれ片方ないから。そう、片方なんでなくなったの？かわいい話だよね、確か。うん、車に潰されました。なのでちょっと新しいエアポッツ買いたいなって思っています。そしたらこれのように入る。嬉しい。わーざわー。てれて。続いてちょっと沖縄らしいんですけども、こちらです。沖縄らしい。串です。なんかこれは串溶かしたりします。ないのにたまに奪われます。串溶かしたりします。髪の毛溶かします。髪の毛溶かすだよね。どうしどうし。続いて。こちら、ハンカチです。ざます？はい、続いてこちら、ブラックって書いてある、指輪とか、ピアスとか、ピアスできんだろうがよ、ナイトランだろうがよ。イヤリングが入ってます。続いてはこちら、コロミちゃんのティッシュです。これはダイソーさんで購入しました。水に流せるティッシュです。ダイソー、ダイソー！あ、これもダイソーです。ダイソー、ダイソー！
続いて私たちの必需品の Wi-Fi です。ほのぼのは Wi-Fi がないとちょっとでスマホが使えません。 SIM カード入ってないからね。3つポーチがあるんですけど、どんだけ。これで以上なんですけども、どれから紹介してほしいですか？その一番重そうなの、これ。うん、これの中にはまず吉の力、よしの力、こちら。こちら、宇田川桃香ちゃんからいただきました。続いては、こちらです。もう、ボンボロ。ボンボロボンボロ、ダンボール。で、昨日、ちょっと都内に行く予定があって、行ったんですけど、その帰りに Wi-Fi の充電がない、やばいと思って、そのまま家に帰ってきて、お風呂入って、スキンケアして、寝たら、ずっと Wi-Fi 充電してるの忘れて、もうあと1個しかないって。あ、これで充電したんですね、Wi-Fi ずっと。なので、これを後で撮影し終わったらすぐに充電しに行けません。続いてこちら。Wi-Fi の充電器ですか？ケーブル。充電器じゃないから。ごめんなさい。続いてこちら、スマホのケーブル。顔を添えてじゃん。ポテチを添えて。続いてこちらは、イヤホンでーす。私、これ、よく、まあ、帰りにね、イヤホンして帰ってきてるんですけども、ポンポロポンって流れたら、あと 10% だぞ、おいおいっていう、あれなんですよ。はいはい。あと 10% だよ、よよよ。って言ってるんですよ、この方は。うん、で、今、この充電がなくって、充電ないのばっかりだね。あ、でもこれ今充電してきたからもう大丈夫なんだけど、うん、充電がなくなった時に音楽聴けないのは私嫌なんで、こちらのね、スマホ用の iPhone 11 Pro Max 用のです。はい、それで中身は以上でーす。どっちがいい？黒い方行こうよ。こっちがいい。じゃ、聞くなよ。まずはこちらです。メイクドーンが入ってます。全部持ってくの？うん。本当に？うん。いつも持ってってます。マジで？うん。まずはこちら、前髪のカーラーです。続いてこちら、サンメイクのパーフェクトスタイルアイズです。なんか撮影とかでメイク落とすってなった時、まあ、まったにないんですけど。で、続いてこちら、ノーズシャドウです。今日もノーズシャドウ入れてます。続いてこちら、マックのハイライターです。シンガーソングライター。一緒になくならない。最近ずっと使ってんのに全然なくならない。結構いろんな YouTuber さんやってて、このマックのハイライトは一生全然なくならないねって。一生全然なくならない。はい。続いてこちら、ビューラーなんですけども、私、おっきい資生堂のビューラーを使ってて、それを持ってくのはちょっとあれだなと思ったので、ピンク色で可愛いビューラーにしました。かわいい。続いてこちら、ザセメのグリッターです。続いてこちら、アイラインです。続いてこちら、涙袋と二重ライン描くケイトのダブルキルエクスパート。続いてこちら、セザンヌのマスカラの下地です。ほんぼのは、マスカラをすると、ケバくなっちゃって、どこぞのギャルみたいになっちゃうんで、こう下地だけで、ちゃんと黒いのをね、出しております。見て。続いて、ノエノンが買ってきてくれたイニスフリーに買いました。もうなんかボロボロで、もう本当にないので、外に持ち歩くのはこちらになりました。これね、まだ新品すぎて全然柄が残ってるんですよ。もともとこんな柄だったんだって思いました。でもね、この裏もね、すっごい汚くなっちゃってたんで、ちょうどよかったなと思いました。このニキビが痛いよ。続いて、メイクするときにね、こう、上のファンデーションとか別に外でやることはないけど、そう、ファッションとして持ち歩いてます。こうやって。私もね、これ発売したときさ、めちゃめちゃ売れたじゃないですか。今までも言ってるけど、そのときさ、ほのぼのがさ、これ前髪止める用じゃんか、化粧のときに。なのにこれをさ、外にしてって言ったからさ、びっくりしたわよ。セカワのライブにこれしに行った。続いて、カラコンでーす。キャラコン？これは、どこのだ？テレビジョンのです。テレビジョン。どうせ、ほのぼのさん、以上ですか？以上ですか？以上ですか？って聞いてて。続いて、こちらでーす。クロミちゃんとマイメロディーが入ってまーす。それどこで買ったんですか？ダイソー。ダイソー、ダイソー。ニベアのリップクリームです。こちら、フィアンセの香水です。これはノイノンも、なんかスティックタイプ持ってます。続いて、髪の毛のゴムです。続いて、髪の毛のゴムです。続いて、バンシーコーです。コームです。毛玉取りです。最後に、バンシーコーです。バンソーコーはどこに使うんですか？怪我したら使う。以上でーす。雪だるまつくろということで今回はですね、メゾンドフルールのバッグをゲットしたほのぼのさんに、メゾンドフルールのカバンの中身紹介をしてもらいました。いかがでしたか？楽しかった。よかったです。楽しかった。んげん。
幼稚園じゃないんだね。ということで、また今度か真ん中身紹介してほしいと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。どのようなバッグの中身も気になるよねと思ったヒートも、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ほのぼののメゾンドフルーツ使ってるバッグの様子見たいよと思ったヒートも、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また次回のマナー番組でお会いしましょう。バイバイ。バイちゃん。